ネットで競馬、ネット競馬。こんにちは、大岡の奇跡、一ノ瀬恵奈です。競馬予想家の太郎です。今週も始まりました、重賞ベスト3。この動画では、競馬予想家の太郎さんがスプリンターズステークスで解体3頭を解説いたします。太郎さん、まずは先週なんですが、オールカバーはちょっと残念な結果だったと思うんですけれども、太郎さん、神戸新聞杯の方で素晴らしい的中があったということで。そうですね、なんかね、動画を出してない裏であったみたいな、すごい感じ悪い、ね、だと思うんですけど、まあ、神戸新聞杯はね、ジャスティン・パレスか、鮫島勝馬騎手は、本当にやっぱね、拉致にこだわる騎乗の素晴らしさ、鮫島騎手ってね、勝馬騎手はインさばくのすごく上手なんでね、まあ、それを見せてくれたかなと思いますけども、オールカマーがね、はい。オールカマーはどうですか、ちょっとだけ振り返ると、はい、うん、そうですね、まあ正直自分が想定していたレースとは全く違うレースになって、あそこまでね、イン有利になるということは考えていなかったんで、本当に申し訳ありませんというしかないんですけれども、まあ今後のためにね、一つ言うと、中山芝 2200m っていうのは結構こう極端に触れやすいんですよ。まあ、これ今年のこの間のね、オールカマーと、あとアメリカジョッキークラブカップのこの画像をまあ連続してみたら、これほどまでに同じコースで馬場が違うとこんなに結果が違うのかっていうのがまあ分かると思うので、そこら辺は今後の教訓でね、どっちにこう決め打ちをするか、内なのか外なのかみたいな発想が大事だなと、まあ痛感した一戦でもありました。はい、今後に生かしたいと思います。わかりました、ありがとうございます。はい、では早速、スプリンターズステークスの予想に移っていくんですが、今週からですね、太郎さんの隊列予想というのをちょっとお聞きしていこうかなと思いまして、太郎さん、いつも予想の時って紙に隊列予想を書かれてるって聞いたんですけど。そうですね。まあ、お茶とか飲みながら、本当、まあ、これも本当冗談の時に真剣に書いてるんですよ。つまり、まあ、どういう隊列になるかっていうのが僕の予想のある種の肝でもあるので、まあ、そこから、アナログにイメージを膨らませて、まあ、どこら辺の馬を、まあ、馬場とかもちろんね、考えて買うという感じなんですけど、あ、これ出していいですかね。あ、手書きで図があるということで、ぜひ。はい。まあ、今回これ、ちょっと見づらいかもしれないですけど、スプリンターズステークス、中山芝1200m、まあ、ざっくり、こんな感じでね。まあ、これも分かりやすく、こっち側がラチで。これが前、後ろって感じですね。まあ、今回、1枠1番のね、AM スパーダが、最内引いて逃げると思うので、まあこんな感じの隊列になってます。そうですね。まあ大事なところ気になるって、やっぱメイケールのまず位置取りだと思うんですよね。これ13番がメイケールなんですけども、まあおそらくね、最内の、テイムスパーダが先手を主張して、馬場もインが有利だと思うんですよ。なんで比較的まあこう内枠の、ジャンダルム、名称ミモザ、先行馬が集まったので、ここら辺がさっと先段を形成すると、まあ、メイケールは少しこう真ん中付近になるのかなというイメージですよね。だまあ、この前の馬が一部ね、下がってくる馬とかもいるので、内をさばくよりは、おそらく池添騎手、去年と同じようにね、外を回す形になるかなとは思います。馬場的には多分、イン有利なので、まあ、ちょっとこう、内で貯められる去年のシバージーであるとか、まあ、かつてのラインスピリットあたりのまあ、コース取りをできれば、面白い穴馬が見つかるかなというのが、隊列の大まかなイメージですかね。太郎さん、横向きの矢印、うん、これはどういう意味なんですかね。はい。これね、いい質問ですね。それ、聞いて欲しかったです。忘れてました。これ11番、トゥラベスーラに、まあ、これ横入れたりとか、4番の、これは、ダイアトニックですかね。あったり。これどういうことかっていうとですね、これやっぱジョッキーによって動きの癖みたいなのがあるんですよ。で、まあ、ダイアトニック、岩田康成騎手、それからトゥラベスーラ、鮫島勝馬騎手。これね、イン有利の時はもう確実に内に寄せていくので、なんで、まあ、そういった動きをする。まあ、例えばこれ逆に言うと、エイティンガールの、秋山慎一郎騎手とかは、まあ、基本的にこう下げるタイプのジョッキーだし、そこら辺のジョッキーのイメージ。まあ、これはちょっと、ファストホースは、スタートが遅めだけど、そこからまあ先行したいんで押し上げていくだろうとか、まあそういうようなイメージをここに書いて、自分の中で膨らませながら予想をして、まあ、膨らませた結果、先週みたいに全く当たらないこともあるんですけど、まあ、これがうまくはまると、当たると
神戸新聞杯みたいにね、うちをこう。っていうことで、こんな感じになってます。なるほど。はい。ジョッキーさんの特性もそこに書かれてるってことなんですね。あ、そうですね。まあ、これ本当もう、見せる用というか、自分の脳内を結構まとめたものなんで、まあ、ここからどこら辺を買うかなっていうのは、馬場を見ながらいつもイメージしてます。ここからは、スプリンターズステークスで太郎さんが解体3頭を解説していきます。それでは太郎さん、1頭目から教えてください。はい。1頭目は、ウィン・マーベルにしました。はい。まあ、ウィン・マーベルは、先ほどの図で言うとね、7番。まあ、ここら辺ですかね。もうちょっと後ろのうちになる可能性もあるんで、ちょっとまあ、含みを残してるんですけど、ウィン・マーベルという馬の、まあ、一番いいところは、どこかというとですね、まあ、この馬本当にレースが上手です。もうスタートもうまいですし、まあ、こう自在に位置を調整できる。これは松山浩平騎手もおっしゃっている通り、上手な馬ですね。で、まあ、これまでの戦績にも、こう、現れて、金層はね、すごく安定して走れてるんですけども、まあ、このレースのうまさっていうのが、今回のメンバーでは、かなり生きる可能性があるんじゃないかなと思いますね。もともと先週までの馬場を見て、そして今週末の天気を見ても、おそらくね、そんなに荒れた馬場にはならないと思うんですよ。イメージとしては、まあ、2020年が外が伸びる馬場だったんですね。2021年、昨年が内が伸びる馬場だったんですけども、これは昨年のイメージに近いレースに今年はなると思うので、まあ、TM スパーダとかが内から引っ張る流れをうまくね、内で乗せていければ、まあ、チャンス、今年の相手関係ならチャンスはあるのかなと思います。持ちタイムだったり、時計面とかでウィン・マーベルはいかがですか？うん。まあ、そこら辺はね、経験の浅い3歳馬なので、ね、うん、こう、どうしても、こう、欠点というかね、お探せばいろいろ出てくるとは思うんですけれども、まあ、むしろ、金層の伸びしろであったりね、まあ、前層の、こう、ちょっと、内外、分かれるような難しい競馬でも、こう、崩れず走れたというところを、むしろ、今回は、高評価したいなと思います。それでは続いて2頭目に解体馬さん教えてください。はい。2頭目はメイケイエールです。はい。まあ、そうですね。メイケイエールは、まあ、いいでしょう。いや、それはね、もちろん、どの馬が強いか、一番可能性が高いかって言ったら、やっぱり、まあ、メケールだと思いますよ。もともとね、まあ、いろいろこう、ちょっと気象的に難しいところがあった馬なんですけどね。まあ、もう皆さんよく、もう人気の馬なんでね、広く知られてると思うんですけども、今年に入ってからいろいろこうね、バグの工夫とか、まあ、気象面の成長だったりもあって、まあ、試行錯誤が実を結んで、ほぼ崩れてないですからね。うん。高松の宮記念はちょっと枠順の厳しさがあって、最後届かずでしたけども、まあまあまとめたという内容でしたし、セントウルステークスもね、何の不安もない勝ちっぷりだったので、まあ、一応人気通り、信頼度ならナンバーワンかなとは思うので、はい。この感覚とかどうなんですかね？そうです。まあ、このセントウルから始動したっていうのはもう陣営、もう夏時点から予定通りなので、そこはま、問題はないと思うんですけど、強いてま、ちょっと気がかりなところを二つ挙げるとすれば、まあ、一つはやっぱり枠順ですよね。うん、そのま、この馬自身スタートが決して早くないので、まあ、必ずしも外枠が絶対的なマイナスかといえばわからない部分もあるんですけれども、まあ、ただ、やっぱり、こう、内が伸びる馬場の外枠になる可能性があるので、まあそういう点では、多少こう、ロスを被る。まあ、千里って一瞬ですからね。その可能性はあるかな。一点目です。二点目は、やっぱり前哨戦のセントウルステークスがあまりにも全てがうまくいって、うん、まあ時計も非常に速くて、本当に負荷の少ないレースだったので、まあそこからの中にしよう。負荷が少なかったのを良しと見ることもできるんですけれども、まあ非常にこう楽なレースだったことは間違いないんですよね。まあ、その反動というわけではないですけれども、まあ必ずしもね、前走のように全てがうまくいくかというと、今回はちょっと難しい部分もあると思うので、そこら辺で取りこぼしの可能性っていうのは、まああるかなと。枠によってね、こう強い馬が取りこぼすっていうのも、我々先週の中山でも、痛いほど見てると思うので、まあそこら辺もちょっと加味して2番目に挙げました。
それでは3頭目の解体の重さを教えてください。はい。3頭目は、まあ今回一番解体穴馬ですね。こちらに。はい。こちらです。すいません。これじゃ。すごい使用かと思ったんですけど、ね。こっちですね。すいません。あ、今回、あ、なんか。ここです。いいですね。はい。ジャンダルムです。はい。波足っぽいですね。はい。そうです。ジャンダルム。まあ今回ね、ジャンダルムが最大の特性として、まあ注目ですね。まあ最初の隊列図で見るとですね、2番がジャンダルムになるんですけれども、おそらく、最内のテイエムスパーダ、スタートも早いので、これが飛ばしていくところに、まあすんなり2番枠なんでついていけると思うんですよね。で、スタートが懸念される、まあ、ちょっとね、ゲートに難がある馬なんですけれども、この馬ね、荻の極む騎手が騎乗すれば、ほぼちゃんと出るんですよ。なので、まあ、このコンビっていうのは、荻の極む騎手って、なんとなくこう、まだ G1 でそこまでね、こう、知名度のあるジョッキーではないと思うんですけども、このジャンダルムとのコンビでは非常にスタートを毎回決めてくれるので、その点は問題ないと思います。じゃあまあ、ここにそのね、大敗をどう見るかなんですけれども、まあ、高松の宮記念はまあ G1 で、そこそこね、まあ、そこそこ走れてましたから、高松の宮記念っていうのは非常にこう、もう上位大接戦だったので、まあそこで、11着ですかね、11着でも0秒4差なので、まあそこまでこう、大敗という感じはなかったですし、前回の北九州記念は、まあ58キロもあるんですけども、ちょっと外枠で全く流れに乗れず、特殊な競馬になったので、もうあれはノーカウントでいいと思います。むしろね、スタートをちゃんとこう決めて流れに前半乗れてはいたので、まあ今回スタートを切れば内枠なんで、スッと、まあ2、3番手、4番手ぐらいにはいけると思うんで、まあこの2走を除けばね、中山のオーシャンステークスを勝ってる馬でもありますから、まあこの舞台が合うのは間違いないですね。お母さん、ビリーブですね。うん。いやー、そろそろ一発怖いんじゃないかなと思います。年齢的なそのちょっとピークみたいなものいかがですか？そうですね。まあ、この馬に関してはもともと2歳児にホープフルステークスでね、構想してたのももはや遠い昔のような感じがしますけれども、まあ今年に入ってスプリント重賞を勝っているくらいなんで、まあそこら辺はこの馬自身のことを考えればそんなに気にしなくていいかなと。まあデータを見るとね、確かにこう、7歳馬はあまりこう構想できてないっていうのも、あるんですけど、まあ、ラインスピリットがね、大穴を開けたりとかもしてますし、うん、とにかく今回はこの、まあ、位置取り隊列ですね。それと、中山コースの適性の高さっていうことを、まあ、一番の買い材料として、あげたいなと思います。枠含めやっぱプラス材料かなっていうところですかね。はい、そうです。もうこれはやっぱり枠順を見て最終的にやっぱりこの馬がいいかなと思ったので、まあ、最後はちょっと、一応週末の馬場状態も見てね。最終結論出したいとは思うんですけども。一応この、まあ、穴としては確実に解体馬ですね。ということで、太郎さんがスプリンターズステークスで解体3頭は、ウィンマーベル、メイケール、ジャンダルムの3頭となりました。太郎さん、人気になりそうなナムラクレアとシュネルマイスターについてもちょっと聞きたいんですけど。はい。ナムラクレアは、どうですか？買いたいなと思ってるんです。そうですよね。東京でね、大いにされていたのを拝見したんですけども、いや、ナムラクレアはいいと思いますよ。まあ、この枠順、ちょっとね、難しいところではあるんですけども、まあ、流れに乗れそうですし、まあ、前回、不利もね、あって、猛然と伸びてきた足、そして2走前の、まあ、干渉を見ても、まあ、普通にこうメイケールに対抗する一頭目の馬じゃないかなと思います。まあ前回ちょっと不利がね、あれがすごく目立つ不利だったので、人気的にこう下げる要因にはならないとは思うんですけども、まあもう走ってみたらこの馬が実はすごい強かったというケースもあると思うので、これは買いでいいと思います。はい。シュネルマイスターいかがですかね？シュネルマイスターは個人的には結構今回危ないかなと思うんですよね。横山武史騎手のインタビューを見ても、まあ正直あまり自信ないんだなっていうのが伝わってきました。この自信のなさっていうのは多分一つは、これ次走のマイルチャンピオンシップが目標なんですよ。で、まあ去年毎日王冠から指導したんですけども、今年はスプリンターズステークスから指導すると。これは次走を見据えてここを使ってくるので、
うん、まあ、おととしみたいな方ね、差しが届く馬場になれば、多少は警戒したいんですけど、今回だとやっぱり、次を見据えるので、横山武史騎手もこう、自分が思うように、今回勝ちに行く乗り方はできないと思うんですよ。うん、なので、今回、これ15番ですよね。まあ、15番は大体ちょっと、中段後方の、まあ、中外寄りにしたんですけども、うん、まあ、その出していくような形は取れないんで、はまり待ちになると思います。外が伸びる馬場とか、まあ、ハイペースになった時に刺してこれるかどうか。あくまでも次かなっていう気がしてるんで、ちょっと危険だなって結論です。はい。来週は天皇賞秋の前哨戦、毎日王冠を予想していきます。チャンネル登録をしていただいて、ぜひ来週もご覧ください。そして最後までご覧いただいた皆様ありがとうございました。高評価もお待ちしております。また来週お会いしましょう。太郎さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。また来週よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。